ちがいいかな。ここは服屋。わかる。掘り出し物を探そうよ。目指すやっぱり服屋というか質屋かな。まあ買えるわけではないけど。それじゃあ猫がいる。触れるわけじゃないんだ。おはよう。ああ。マリンが眠ってるの。静かにね。うん、じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。ああ、お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。簡単なお仕事。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入り用でしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。こんにちは。 JS フィルターの交換です。ディファちゃんいらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは集金係のクラウドです。お代は彼に。あんたうまいことだったな。その役に変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみよう。7番街スラム、アイテム屋。曲が売ってるぞ。買っちゃおう。アイテムとあとマテリアか。あー、なんかこの辺のデフォルト系マテリアは今後の探検でも手に入りそうだけど。か、買わなくて。毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればね。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。はい、それなのかな、JS フィルターって。どれのことだろう。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえないじゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。なるほど、これ通るエリアでかかる BGM は買わないと何のタイトルかが分かんないし、買えばジュークボックスで流せるようになるのかな。マーレさん、フィルター交換です。ティーファー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔、最善を尽くす。覇気がないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、
手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。休憩ポイントで HP と MP 全回復。へえ。あ、自分の部屋のベッド以外に自販機の近くのベンチでもよし。マーレさんのおかげで、すぐここになれたんだ。ここは、長いのか。もう、5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。ここね。武器買えるようになるかな。ティファちゃん。フィルター交換かな。えい！あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ？効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな。ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん。縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど、縁はつながるよ。やってみよう。詰所は誰もいなかったから上に行ってみよう。腹はなさそうな雰囲気満載だったけど。スラムで暮らすなら一人に一つ武器を持とう。自分に合う武器は武器屋で相談。これ常識だよ。クラウドが圧をかけたら一瞬で払った。銃の持ち手のところはもう少し軽量化できないかな。武器屋覗いていかないかい。スラムで暮らすなら。チンピラに見せる品はねえ。いったいった。武器屋で相談。チンピラ。ダメだ。チンピラに見せる品はねえ。武器屋覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ武器屋持とう。瓦礫通りのモンスター。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。持ってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろ。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。アップグレードウェポン。あ、なるほど。じゃあ武器を購入するとかじゃなくて、今のバスターソードを強化していくのかな。あ、そんなこともないのかな。お、なるほど。武器スキルを解放して武器を強化しましょう。
どれにしようかな。あ、魔法の攻撃力上がるとかもあるんだ。物理攻撃上げようか。解放済み。まだいけるね。じゃあブレイブモードも行こう。よし、解放すればするほど項目が増えるかな。バスターソードに内包されている成長マテリア。はい。あ、武器強化を自動にしておくこともできる。武器を強化しました。ああ、マテリアの穴が追加されるんだ。これで強化していけばなら、まあ、なるほど。攻撃重視でオートにしとこう。たまに自分で確認もしつつ。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああそれから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる。瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ。頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。ということは、ティファを操作して戦えるようになった。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。ああ、ここか。行けなかったところだ。マテリアをなんかつけようかな。チャクラ。へえ。回復。ああ、これはクラウドが装備してる。炎でもつけとくか。ティファーのグローブは、あ、強化できる。なら、しちゃおう。よし。ティファーのはバランス重視でオート。協力者を選定中。ウェッジなんて、経験だな。ティファちゃんに怪我させんなよ。はい。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん。ゴミもモンスターも増える一方。瓦礫通り。なるほど。道がいくつか分岐してるね。クラウドの腕前見せて。しまった。お、ティファティファの特徴、長押して強烈な一撃。頑張るね。おお。ワッ。クラウドがへばったら助けてもらおう。すごい、これがソルジャーの戦い方。ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。これは…それ、まだまだ。楽勝だね。あ、ここに何かあった。ちょっと待ってよ。無限に湧くのかな。
オールイーター終わりだ。ゲーで死んだ。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くない。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか。ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろう。やっぱりマテリアが落ちてた。使わないとマテリアが育たないなら使った方がいいか。やってやる。ああでも攻撃しないと ATB ゲージはたまんないし、ティファーは三角を押すと強力な秘技を放ちます。さあ行くよ。ああ終わっちゃった。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。つかの間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。終わった。あ、そんなに広くないんだ。アイテム箱、毒消し。毒消しが手に入り始めるってことは、大体毒を食らう羽目になるんだろうな今後。あーでクラウド、あ、マテリア増やせるようになってた。なら霊気つけとこう。そこそこやりごたえのあるモンスターじゃないと魔法使う機会がないな。協力者を選定中。あんた、はい、でね、見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。スラムで暮らしてる人たちはプレートの上には行こうと思わないのかな。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。あ、でも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば。必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。マジで？またチンピラ野郎って言われそうだけど。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。